人生は探検だ、ミノチャンネルのミノワです。今日はミノワ塾、今日はですね、ちょっと小学生、中学生に、まあ高校生でもいいかな、大人向けではないかもしれませんが、ちょっと聞いてもらいたいな、見てもらいたいななんていうふうに思いますけど、別に大人が知っておくべきことです、もちろん。今日のお話は金じゃないです。お金、みんな大好きお金。お金っていつできたの、なんでできたのって知ってる方いますかね。こう、まあ、漠然としちゃってるから分かんないかもしれないけど、どうですか。一番最初はなんか石の丸いのっていう、イメージですか。よく漫画とかで出てくるよね。なんか下手くせな、こんな、そうです、そうです、こんなでかいやつはこう何、うん、ここにこう木を刺してこう運ぶみたいな漫画があったり、そんな お金、こう石でできてるお金みたいな。このお金は実を言うと陸地のお金ですね。山のお金。さあ、よく知ってると思います。海のお金は何でできてます？これも見たことあります、どっかで。予想ですけど、貝。貝、当たり。でもこれもみんな知ってるはずなんです、実を言うと。お金、貝。あ、これもお金なの？なんですよ。なんか本か博物館かわかんないけど、行って見たことあると思います。じゃあ、それがお金のスタートなんですけど、なんでそれができたのかっていうお話をしたいと思います。まあちょっとわかりやすいように。海があって、まあ若干の平地があって、まあこんな高い山じゃなくていいですけど、まあ丘があって山があって、ね。まあこの辺にこう、家を、向こうにして、これね、こう家を構えている、まあ、部落なのか村なのかってこうあるわけですよね。ここの主たる食べ物は、まあ、決まってますよね。漁に行くのでお魚になるわけですね。でここの主たる食べ物は、狩りをやってた時はもちろん動物だったりしますけど、ここで畑を耕し、もしかして野菜を作ることをしているかもしれないですよね。まあ、この辺で畑も作るかもしれない。ということで、お金ってのはなぜできたかというと、こういうことですね。まず最初っていうのは、お金がない時はどうしてたかっていうのは、ここの村人が降りてきて物々交換を始めたんですね。ここの村人と一緒に集まって、ここで物々交換をするわけです。で、こちらはお魚、こちらはイノシシとかね、イノシシ1頭対魚10匹とかで交換してたはずなんですよ。わかりますよね。まあこうやって交換しているうちに、ある日大嵐で魚が取れなかった時があるわけですね。もう船出せない、わかりますよね。釣りも行けない、でもどうしても肉が食いたい、芋が食いたいって思った時に、もう分かったと思います。ちょっとさ、申し訳ないんですが、貸しといて、ちょっとイノシシの肉これもらっとくけど、ちょっと貸しといて。いや、貸しとくって言ったって、ただ渡したのにお前勝手に食っちゃうんだろう。ああ、じゃあ分かったって。じゃあこの貝5枚と魚5匹を今度交換するから、分かったね、もうね、これがお金なんですよ。でこっちは魚持って帰れなかったけど、貝殻を持って帰ってくるわけですね。で、ある日また別な日に貝を5枚出したら、まあ魚も渡す。これ逆もあるわけですね。ちょっと悪天候なのか、それとも全く貝ですから運が悪く、全く肉が取れない時もあるわけですよ。でも魚どうしても食いたいとか言って、この奥さんが言うわけですね。今現代と変わらないと思います。
あんた魚持ってきなさいよって言われる。なんとかかわいそうな旦那さんが山を降りてですね、ここに俺は何も持ってないんだけど魚今回貸しといてくんねえか。いやそんなんじゃちょっと貸せねえよ。いやいやこの石、この石1個と鶏肉2羽と交換するからとかね、約束するわけですよ。そうするとこっちが石持って帰るだけ、こっちは魚を持って帰れる、ね、これ逆なことをこうやっていくうちにお金っていうものが石だったり貝だったりっていうして、そういうふうにして成立していく。わかりますね。でまたここで儲かるやつが出てくるんですよ。わかります、儲かるやつ。もう今でも儲かるみたいな。あ、結局そういうお金をですね貸し借りするやつが出てくるわけですね。ここの辺にこうなんか家かなんか両替商とかね、なんか言い方はいろいろあるんでしょうけど、まあ今でいう銀行ですよね。本当にまあ江戸時代で言ったらね、三井とか有名なところになるんでしょうけど、こういう高利貸しとかっていう言い方をしますよね。これがですね、まあいい商売しててですね、ここにまあ石を5個だとか貝殻5個だとかってまず最初は少ないものを持ってたんだと思うんですけど、こういう人たちにそれを貸して期限をつけてね、3枚貸すけど来週には4枚にして返せとか、そうやってこう増やしていくやつがいるんですよ。これをうまいことをやってここで大きくなっていくのがいわゆる銀行っていうことになっていくわけですね。で不思議なもんで、今の結局日本円でもいいですけどドルでもいいんですけど、紙なんて食べられないじゃないですか。今は信用でこれちょっとね、テレビ買うからこれとテレビ10万円、万札10万と交換してよって、物々交換いつまでもやってるわけです、今もね。でこれ管理する、じゃあ貨幣価値いわゆるこれに落ちて、貝なんていっぱい落ちてますから、どの貝取ってもね、いくらの価値だって、これ勝手に一人一人が決めたら大変なことになっちゃうんで、まあこういう人たちが、いやこの形したちょっと珍しい貝はこの小さい貝の10枚分だとか、なんかそうやって決めていくわけですよ。こういうのが決めてくったり、村の村長さんと村長さんが決めたりしていくわけですよね。今はお札とかお金っていうのは結局国が認めたものじゃないですか。でも硬貨にしろお札にしろ価値っていうのは信用信頼だけで成り立ってる。わかりますよね。で以前昔はここで貝や石と変わる別なお金ができたんですね。次の時代になると貨幣じゃなくて何になったかわかります？これは皆さんの知ってるこれですね、金、銀とか金になるんです。このそうすると金ってみんな欲しかったんです。光ってて欲しいし珍しいし取るの大変だから、じゃあ金ので肉何枚とか魚何個とかっていう共通貨幣が金とか銀の時代になるわけです。それで金と銀の時代になって石やね、もちろんあの国で決めたローマ時代とか国で決めたお金とかありますけど、そういうのから金になる。金っていうのはじゃあ、 あの普通の貨幣としてのお金と同等の価値にして、この硬貨は金何グラム分と一緒だよっていうふうにこれを決めたのが、まあ、金本位制って社会で習ったかな、聞いたことあると思うんですけど、金本位制。昔のドルもそうだったんですよ。もうドルはこの1ドル金何グラムなんて決めてたんですよ。だからみんな全世界でドル信用したわけです。これ1ドル何グラムって言ったってすぐ金と交換してくんないだろうっていうことになるわけですね。交換してくれるんだったら俺この1ドル何グラムって信用するよって言って、アメリカはいや大丈夫です金大丈夫で交換してやるよって言って、アメリカの国の中に金をいっぱい蓄えたんです。限界ありますよ、金いっぱい蓄える。で
金本位制じゃなくて、もう金は関係ない、もう1ドルは1ドルの価値だって、アメリカ強いんだもんって言って金と関係ねえよって、ニクソンショックみたいなね、そういうことにだんだん変わって、これは全然関係ないことになっていくわけです。そしてその国の信頼度とか、信用っていうものっていうのとこのお金が結びつくわけですね。国の力とか、まあ信頼とかっていうものの金との関わり合いは崩れて、こちら側と貨幣価値がつながってくるっていうと、ここで初めて国というものと国というものと国というもので、こう結局は価値をちゃんと比べましょうって言って、貨幣価値っていうので為替っていうのができてくるわけですね。でその為替っていうのが毎日動いて、1ドル何円とか、今104円とかね、なんか円高円安とかよく言ってるじゃないですか。でそれは実を言うと、この国の中で、大統領が変わっちゃうからどうなのとか、日本の中で首相が変わって今後どうなるの、景気良くなるの良くならないのって言って、貨幣価値が下がったり上がったりするっていう形に変わっていく。最初の出発は本当に物々交換、今も実を言うとただの紙切れと物を物々交換してるだけなんですけど、これが全世界で見ると国との力関係というものがよく関わってくるということになります。はい、まずこれがお金のベースで知ってほしいこと。また今後、お金の話をすると思いますけど、これが基礎編になります。